ソフィは赤ちゃんの性別には関係なく自力で健康な赤ちゃんを出産することが彼女の最も熱望している願いです。そのために彼女は自身の力を使い果たすほどの長い道のりを歩んでいます。私と夫は2007年から一緒でとても幸せです。年月が経ち私たちは年を重ね必ず子供を持ちたいと思うようになりました。25歳の時にプロジェクトを開始することに決めましたが残念ながらうまくいきませんでした。2017年には私たちは助けが必要だと感じました。医師の診察回数は数えきれず移動した距離も数えきれませんでした。なぜうまくいかないのか、なぜ起こらないのか、なぜ排卵が起こらないのかという疑問に答えを見つけるために、多くの検査の結果私には多嚢胞性卵巣症候群プコスという症候群があることが分かりました。このような状況では全てをうまく調整するのは困難です。ソフィはこれまでに10回の試みを経験しました。10回の肺移植を行いました。7回妊娠しましたがうまくいかなかったのです。ソフィは7回の流産を経験しました。2021年4月29日に私は静かな出産を経験しました。その1週間前に31歳の誕生日を迎え、妊娠は健康で活気に満ちており全てがうまくいっていましたが、残念ながら4月27日に私は不安な感覚を抱え、自分の産婦人科医に電話し、何かがおかしいと電話しました。なぜかはわかりませんが何かがおかしいと思ったのです。そして心臓が鼓動を停止したという事実が起こりました。その時私は妊娠15週でした。私たちには息子がいるはずでした。超音波検査の結果からそれを知ることができましたが、残念ながらうまくいかなかったのです。赤ちゃんは生き残ることはありませんでした。ソフィは帝王切開ではなく自分自身で赤ちゃんを出産しました。それは静かな出産でした。出産後に泣き声が聞こえないということは経験することのできる最も恐ろしい出来事の一つです。15週の妊娠12週は過ぎ去り、私は世界中に叫びたかった、うまくいった、私たちは赤ちゃんを迎えることができたと。赤ちゃんが死産したことはソフィの多嚢胞性卵巣症候群とは何の関係もありません。妊娠中に子宮内で発生する強く結合した繊維状の病変があり、極端な場合鎖体を巻きつけて血流を遮断することがあります。その結果胎児は生存不能になります。統計によるとこれは妊娠10000件に1件の割合で発生します。そしてその子供がそうだったという事実は、それが私にとって初めての瞬間であり、もう二度と味わいたくないと思ったのです。確かにもう二度と味わいたくないのです。はい。その時初めてこの道は茨の道だと思ったが、それはもう過去のことだ。もう一つ付け加えなければなりません。それはひどいものでしたが、夫が私にたくさんのサポートと力を与えてくれました。
はい、彼が私に言ったことによるとでも、ほら私たちはここまで進むことができました。私たちは妊娠することができ、生きた妊娠があり、息子を産むことができました。そして彼はすでにすべてを持っていました。足の指地鼻すべて。所定の位置にありました。そしてこれらの言葉は私にとても力を与えてくれたので、私は自分自身にこう思いました。はい、彼は絶対に正しい、それは本当です、それは私たちの赤ちゃんでした。そして点々、私たちは時間をかけて夏を楽しみました。そして私たちはとても多くの素晴らしいことを一緒に経験し、その効力が戻り、今がその時だと思いました。ソフィーと夫は11回目の挑戦を開始します。